どうも、かりんとうです。今日はですね、スマスロであの北斗の剣がついに出るということで、もう嬉しくてね、その情報を得た時。しかもPV みたいなんで、初代完全継承みたいな感じで煽ってきてたんで、まあ、初代北斗の剣といえばね、本当に思い出深いんで、それについてちょっと喋っていこうかなと思ってます。まあ、まず僕はパチスロというのを始めて20年近くになるんですけど、約ね、もうそのパチスロというコンテンツのものに初めて触れたのが初代北斗の剣だったんですよね。まあ、それがしかもパチンコ屋さんに行ったわけじゃなくて、初めは高校生の頃に、高3だったかな多分、にゲームセンターでメダルゲームにハマってた時期がありまして、友達とよく行ってたんですよ。でそのゲームセンターに、まあ、パチンコとかスロットも置いてあるわけですよね。でもう当時はもうスロットといえばカジノでこうレバーガッチャンって引いて、こうなんかね、7とかブドウとかがぐるぐるぐるって回ってて、星とかがね、で揃ったらなんかジャラジャラ出るだけみたいなイメージだったんで、全く僕のイメージのものとは違ってたんですけど、そのパチンコ屋にあるスロットが。でまあメダルゲームに興じてたんですよ、その当時はね。で中でなんか友達が、一緒に行ってた友達が、これめっちゃ面白いぞと勧めてきたやつがあったんですよ。それがスロットの北斗の剣だったんですよね、初代のね。で何これ、なんかスロットなんこれみたいな感じで、俺の思ってるスロットと全然ちゃうなみたいな話してたんですけど、ちょいちょい見とけよみたいな感じで、で友達が打ってんのをちょっと後ろで見てたんですよ。そしたらまあこうケンシロウが歩いてるわけですよね。でそれだけで、なんかこれアニメやんみたいな、当時はすごい、これゲームじゃんっていう。まあ当時がゲームは好きだったんで、ゲームみたいじゃん、当時のその北斗の剣を見て思ったんですよね。で友達が打ってて、でまあ普通にまあなんやかんやあって、まあ多分もうよく覚えてないですけど、まあ、中段チェリーでもニチェでも引いたんでしょうね。それでバトルボーナスラオウが出てきて、バトルボーナスゲットっつって、で初めて、おーおーなんか騒がしくなってきたなみたいな話してたら、友達がこっからおもろいんやと、見とけよみたいな感じで、ではラオウとのドゥルル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 ルつってバトルが始まるわけですよね。でまあまあもう知ってる人は当たり前のね、今だと当たり前のシステムですね、バトルシステムみたいな。パチスロのこの勝ったら続いてく、勝ったらどんどんメダルが出るシステム、あれをまあある意味流行らしたみたいな、まあこれ北斗の剣の前にもあったんかもしれませんけど、そういうシステムはいっぱいね。でも確実にそのシステムを流行らしたのは北斗の剣だと思うんで、まあそれでどんどんもうケンシロウとバトル、ラオウのバトルが続いていって、でどんどんメダルが出ると。それででなんか多分結構連チャンしてたんですよね、もう7連8連とかそんな感じで、でメダルが結構ジャラジャラ出てきてたんで、もうこれすごいなと。なんかもうケンシロウとラオウのバトルを見ているだけでめっちゃメダル出るやんみたいな話になって、でまあ僕もこれめっちゃ面白そうやん、めっちゃええやんつって、横の台が空いてたんで、でまあ僕もゲーセンのこの初代のね、北斗の剣を打ったんですよね。でまあ僕は当たんなかったんですけど、その時でなんやーって思ってたんですけど、やっぱ横で打ってる友達は結構当たってて、すごい面白そうだなっていう印象で、まあそれで言うてもまあメダル出んかったんで、まあ面白そうだけど、俺はもう前のメダル落としみたいなによくやってたんでね、メダル落としでまあメダル増やすわみたいな感じで、でそれでまあ僕と初めて北斗の剣の、初代北斗の剣の出会いはそこで一旦終わりましたね。でまあ高校卒業しまして、で大学に行きましたと。で大学でちょっとサークルに、まあ運動系のサークルだったんですけど、サークルに入りましたと。そうやったら、ちょっとかりんとうくんスロットとか行ってみるみたいな、パチンコ屋行ってみるって話になって、でああなんかゲーセンの時にちょっとそういうパチンコとかそのスロットとかさ触ったり見たりはしてましたねみたいなこと言ってたら、ああじゃあ行こっかつって、もう今思ったらこうとんでもない誘いなんですけど、本当にマジで謝ってほしい先輩には。まあでもまあまあそれはええとして、まあそれで行ったんすよね、先輩と。そうやったらまあ先輩もまあその当時のスロッターっつったらもう北斗の剣を打ちに行くぐらいの勢い、
まあ、ちょっと誇張ですけどあったんですよね本当に。特に若者もう本当にねすごくて、初代の北斗の拳、あの僕の話からちょっと外れるんですけど、一番売れたスロット台なんですよね、パチスロ台、北斗の初代北斗の拳が。これはもうギネスにも載ってるんで、ちょっと記憶曖昧なんですけど、確か60何万台みたいな、60万超えてるぐらい売れちゃってて、今とかも1万とか売れたら結構ヒットなレベルなんで、初回がね、初回1万とか出したらメーカーがお気合入ってんなとか思っちゃう感じの世界なんで、その世界で60万売れたわけですよね。もうそれはもう化け物、もうレジェンド、伝説ですこれは。まあ、でまあ当時はもう本当にそのパチンコ屋のメインは、一番の稼ぎ頭は客寄せは北斗の拳、初代スロット北斗の拳だったんですよ。でまあご多分に漏れず、先輩もカリント君これ今一番おもろいからっつって教えてきて、で俺そうゲーセンの時に友達が打ってたの見てたんで、あ僕知ってますよこれ、北斗の拳でしょ、僕あの漫画の北斗の拳も好きなんで、ちょっとゲーセンで触ったんこれですよみたいな話してたら、ああそうなんだ、じゃあもう一緒にじゃあ並んで打とっかみたいな言われて、で当時まあね僕もねそんなにもう貧乏学生じゃないですか、学生時代なんてそんなお金もないから、まあ、戦々恐々としつつね、まあ、先輩に誘われたから行ったはいいもののね、千円札入れるんもなんかおどおどしながら入れて、先輩にこうメダルの借り方とか教えてもらって、打ち方とかね教えてもらって、ここ狙ったらいいよみたいな、もうスイカとかも全然取れんすけどね当時はね、とりあえずなんかチェリーが真ん中で止まったらいいよみたいな感じで打ち出したんですよね。でまあもう当時はあれですよ、1000円が溶けるっていうか、まあ、なくなるスピードの速さに驚愕しながらね、もうえってもう1分とかで1、2分とかでなくなっちゃうんで、1000円札、1000円が。だからもうそこら辺はビビりながらも、まあ、先輩と横並んで、まあ、打ってたんですよ。でさすがにちょっと5000円超えたらこれきついなと思いながら2人でこう入れてたら、俺が3000ぐらいでなんか当たったんですよね。もう当たった経験は覚えてません、余裕、まあ、もうたまたに多分日英でも引いたんでしょうけど、押し方とかも適当だったんで、だからいきなり当たったんですよ。もう今でも覚えてます、あれですよ、こういきなり騒がしいあのラオステージみたいなのにピシャーンっつって入って、であこれ結構先輩が熱いステージやでみたいな言われて、あそうなんすかって打ってたら、いきなりあのヒヒンヒンっつって国王号来て、おって先輩が言って、国王号がいなないた後こう降りてというか地面に着地して、そこでラオウがいなくて、先輩があーみたいに言ってたら、俺はもうわけわからず、そこらあーなんやみたいな、あダメだったんやって感じでベッド押したら、でーんつってラオウが待ってるパターンの当たり方めっちゃ覚えてるって、おー当たったやんかりんとうくん、これラオウもうラオウいたら当たりだからみたいな感じで、マジっすかやった3000ぐらいで当たったみたいな感じでね、もうとりあえずその時はあれですよね、1000円もう入れなくていいみたいなのが嬉しくてね、これ以上もう1000円入れたらお前破産すんぞみたいな感じだったんで、このスピード感でとりあえず当たって、あよかったこれでじゃあもうとりあえず付き合いは先輩との付き合いはこれで終われんなぐらいの感じで、でまあ普通に当たって、で普通にこう打ち方とかも先輩教えてもらいながらね、このナビ通り押すんやでみたいな、右左真ん中をナビしてくれるから、これ教えてくれるからその通り打つんやでみたいな感じ で当時北斗の拳は本当に昔の4号機でもこうジャック外しとかなかったんで、本当にもうナビ通り打つだけでもう楽しめたんでね、そこもやっぱり流行った要因かなと思いますね。初心者にも優しかった、コンテンツも結構人気というか知名度あるしね、入りやすかったですよね、まあ、ある意味罪深い台ですよ、入りやすいっつうのは。まあ、それで当たって、でまあバトルボーナススタートしましたと。そしたらもうね続く10連超えて、もう多分ね15連ぐらいしたんかな、それで。で大体2000発はいかんぐらいだけど、まあそんぐらい出るわけじゃないですか、当時のその北斗の拳の初代の1回のバトルボーナスで多分150枚とか130から50枚ぐらい出る感じだったと思うんで、まあ、2000発2000枚いくかどうかぐらいな感じで終わって、でうわ先輩がもうハリントン君初っ端にしてはもうめっちゃこれビギナーズラック来たなみたいな感じで、
で、ああめっちゃ出ましたこれメダルで、これもうどうしましょう、これもうこれどうしましょう、これメダル箱に、箱とかも入れ方今やって、 UC 室も皿盛りでね、こう全然サラサラで入れて、多分3箱ぐらい使っとったんちゃう皿盛りやから。でもう箱は2、3箱なりましたわみたいな言うてて、もうカリト君これもうやめた方がええで、3000円で当たっとんやから、やめて、まあ先輩はその時当たらんかったんでね、当たってなかったんで、もうやめて換金しに行こうっつって、換金みたいな感じですよね。でもお金に換えれるっていう、なんかそういうのもあんまり知らんぐらいだったんで、そうそうそう、これお金に換えれるからみたいな、マジかよっつって、それでえこれいくらになるんって感じで、まあ換金して、でまあその当時は余裕で10日だったんで、10日交換だったんで、でまあ大体多分4万いかんぐらい来て、ざって、えってマジ目玉飛び出るかと思います、本当に30分かからんぐらいで3000円使って、もうほぼ3万5000円とか買っちゃってるんで、これはなんだこれはっていう、お金がすごい出るぞってでもびっくりして、先輩これいいんすかって、こんなもらっていいんすかっていう感じで聞いて、あもうそれはもうそんぐらい出たってことやから、かりんとう君運良かったねみたいな感じで、で、あじゃあ先輩ちょっとじゃあ飯食いに行きましょうよつって、そこでなんかあの何やったかな、あの吉野家行っておごってあげたんかな先輩に、多分、うん、なんかそういう安いとこ行きましたわ、焼肉とかね、絶対そういう当時そんな買ったら焼肉みたいな全くないんで、もうなんかおごってあげるだけでいいだろうぐらいの感じでね、もうなんかねちょっと器の小ささ出してましたねそこでは、早くも。でまあおごって、でそっから先輩とまあよくそれで味を占めてとか、先輩も誘ってくるようになって、また行くかいかりんとうくんみたいな感じで、では行き出したんですけど、もうそれがもうね結構勝つんですよ本当に。先輩と行くとなんか、まあ俺先輩に言われないと行かなかったんで、基本的にもう怖かったんで、一人で行くんは怖かったんで行かなかったんですよ。だからまあ先輩とまあ行ってて、で先輩に誘われたら行くみたいな感じでねやってまして、で毎回結構勝つ、負けてもまあなんか怖いからすぐやめちゃうんでね、やっぱり当時なんかね、もう5000円とか使っちゃってると、うわーちょっと怖いなっつって、でまあ先輩とかが勝ってたらその後ちょっとおごってくれたりで、そんなにまあそんな痛い目に遭わずに、なんならちょっと小銭、まあ前みたいに何連もはない、そういう爆勝ちはないけど、ちょこちょこちょこちょい勝ちみたいなのが続いて、まあストロットにも慣れてきた頃に、まあ、4、5回一緒に行って先輩とね慣れてきた頃に、ちょ、借りとく次の土曜日空いてるみたいなこと言われて、朝から空いてますけどって言うたら、この店 いつもよく行ってる店、この日すごい暑い日だから、こう暑い日ってもうなんかようわからなかったですけど、すごくいい日だからみたいなこと言われて、あそうなんですか、じゃあ行きますかみたいな感じで、まあ、昔はねそういう暑い日とかそういうのも全然言えてたんで、もうめちゃめちゃアピールしてたんでね、パチンコ屋が。っていうかもうパチンコ屋は大体毎週というか、もう毎日何かしらイベントしてましたからね、何らかの謎イベント、今日は何々の日、金曜日はなんか花金っつって、なんか謎のイベントとかようあったんでね、そういう感じでまあもう先輩は結構行ってたんで、パチンコ屋にね、だからこの日は暑い、この店の暑い日っていうのを知ってて、まあ、月一の特日ですよね。だからその日に行って2人で朝から、で、まあ、北斗の拳当然のように座って、だからもうその当時は北斗の拳以外スロット目にも入ってなかったですね、見てもなかった、目にも入って、本当にもう北斗の拳一直線朝一から、でまあ行って、で先輩と座ったら、もうそこであれですよ、夕方ぐらいまで2人で打ったんですけど、2人で16万勝ち、2人で。だからその日は確か先輩が乗り打ちにしようみたいなこと言ってて、まあ、先輩金なかったんか知らんすけど、今思ったら、あ全然乗り打ちって何なんと思いながらも、こう2人でお金を出しちゃって打つんやみたいな、そんな感じで言われて、それも俺もまあそんなお金いっぱいあるわけじゃないんで、どっちかが買ったらいいなぐらいな感じで言ったら、2人でもう16万買っちゃって、もう俺確かそこであれですね、焦点しましたね、20連以上、22連ぐらいかな、その特備で初めてラオウを天に返して、うわーすごいみたいな、なんかなんだろうこの達成感っていうね感じですよね。
で、それでも大勝ちしちゃって、でその日はもうさすがに焼肉行きましたね、先輩と。うん、で先輩その時もすごい覚えてるのは、まあそこ俺ら一応サークルのつながりあったんで、これはもうサークルの仲間にもおごったろうぜみたいな先輩が言い出して、ああでもいいっすね、これみんなに伝えたいわこの気持ちって僕思ったんで、こうまあ3人ぐらいかな、僕と先輩の他に3人ぐらい男に言って、今日かりんとう君とめっちゃ勝ったからおごった、焼肉おごったるわみたいな感じで3人ぐらい呼んで焼肉屋行ったんですけど、先輩が注文を取る前みんなにこう注文ちょっとええかみんな一つ言わせてもらってええかっつって、おごりやけどまず白飯を食えと一杯ええって俺思ったんですけど、これは本当覚えとる、まずお前ら大盛りの白飯を一杯食えって言い出したんですよね。で、あかりんとくんはいいよみたいな感じやったんですけど、ああはいと、めっちゃ小食やったんで俺はマジかよと思ったんですけど、残り来た3人には白飯食わしてましたね。ちょっとねこれはマジでマジで先輩見てたらあれはないっす、本当にちょっと引きましたあれは。まあそういうのがあって、まあ、そのせいでもうめちゃめちゃハマっちゃって、そこでもう本当にあれっすね、ドハマりしちゃったんですよね、気持ちよすぎて、その一連の勝利が。でついにその次の、ついに俺から先輩にそう今日どうですかぐらいな言うようになっちゃったと。先輩から誘われて行ってたかりんとうくんがついに先輩ちょっと今日行きませんかって言い出すようになったと。そこで、まあ、ワンランク上にね上がりましたね。で先輩は結構暇、まあ、というか時間あったんでだいたい OK してくれるんですけど、たまにやっぱりこうダメな時もあったんで、でそういうのが何回か続いた時に、あーかりんとうくんごめん今日ちょっと行けないんだって言われた時に、あーそうなんすねっつって、あーじゃあ今日行けんか、そっか行けんか、そわそわっつって、ちょっと一人で行ってみるかってそこでまあさらにワンランク上がりまして、もう一人で行くようになっちゃって、で一人で行った時に初めてですよ、初めてもう腹ドキドキしながら、いつも先輩と一緒に行ってたからまだちょっとドキドキなかったんですけど、もう周りはねもうベテランみたいに見えますから、もう周りはすごい慣れてる感じ見えちゃうから、だからもう一人で行った時はもうおどおどしながら、もういつも以上におどおどしながら千円札入れて、そういえば当時もうあれでした、千円札の店ばっかりでしたわ、今思ったら。千円札をもうまず両替して、今みたいに1万とか5千とか入れれないとこお金の借り方だったから、懐かしい、もう千円札いっぱい持ってこうやってたわな。うん、で、まあ、千円札入れて打ち出したら、その日はなんと一人で8万買っちゃったんですよ。そこでも一人で初めてのデビューでも8万買っちゃったんですよね。でもうわこれもうこれだけでもうええって、もう俺の人生これだけでええんやってなっちゃって、もうここが完全に脳が焼かれた瞬間ですね。まあターニングポイントある意味、まあここから当然のように転落していくんですけど、まあ、そこで、まあ、ちょっと先輩、まあ、先輩名前出してないからいいけども、先輩ちょっとあれだ、さらに先輩ちょっとと思ったんが、まあ、あまりに僕嬉しくて初めて一人で行って8万買ったんで電話しちゃったんですよ先輩に。先輩今日俺一人で北斗の拳打ちに行って8万買っちゃいましたみたいな感じで、まあ、今思ったらもうクソうざい報告っすけど、で先輩に言ったら、あそうなん、乗り落ちしに行ったらよかったなつって、なんかおこぼれ預かりに来ようとしたんですよね。こう、そうなん、俺もじゃあ乗り打ち行ったらよかったなみたいな感じで、すごい先に俺おめでとうとかよりもなんか一緒に行ってたら4万もらえたのになみたいな空気出してきて、あそうっすね、なんかじゃあまた次行きましょうっつってチンってまあ切ったんですけど、まあそんな感じの会話もありつつ、まあそれがありつつもその話でちょっともやっとしつつも、まあ8万買ったことに比べたらそんなさまつなことですよ、そんなもやもやは。とにかく嬉しくて、でまあそれで本当にしばらくはだからもうスロット始めて多分半年ぐらいは北斗の剣しか売ってなかったですね、初代の。もう、まあ、今思ったら当時ね、いっぱいいろんな台あったから、朝一が美味しい台とか、まあ、麻雀物語や銭形やらね、リセットかかってたらチャンスゾーンとかの
だいっぱいあったと思うんですけど、まあ、北斗もね一応降格スタートとはいえね そこまでめちゃくちゃ恩恵あるわけではない台だと思うんで、朝一から行くのでも言ってましたね、朝一からもうスロットイコール北斗、うん、って感じで、もう僕のだからもうそういう僕のこのある意味一番の趣味であるパチンコスロットのスタートは初代北斗の拳だったっていうね。いやあれは本当に面白かった。そんな台がねスマスロ今一番スロット界で注目度高いスマスロに出るってね、しかも一応初代完全継承つってサミーさん気合い入れて作ってるっぽいんで本当に楽しみですよね。もう本当にすごくて北斗の拳初代の人気、すいません、お店ねパチンコ屋さんで俺が知ってるお店で、スロットはスロット全80台とかだ、80台全部北斗のその初代北斗の拳みたいな店ありましたから、スロット台は全部北斗であとパチンコみたいな、そういう店もあったぐらいなんですよ。いやそういうね本当にもう一大ブームっすよね。本当にギャンブラーとかじゃなくて老いも若きも売ってましたからね、普段打たないような人も売ってるぐらいだったんですよ。だから結構友達その時期だけは、まあ、周り同級生とかも久しぶりに会ったりするとスロット打っちょるみたいな話すると、あ俺も北斗の拳は売ったことあるとか北斗の拳だけ売ってるみたいな話になって、でまあなんか同級生とかと久しぶりに集まってんのにその北斗の拳を売ってるやつら、まあ、俺ともう一人とか二人でずっとあの北斗の拳の赤オーラが何やら黄色オーラはちょっと二連が多いやらオカルティーなね、あの緑オーラは意外と奇数ぐらいは奇数連が多いとかそういう緑オーラは単発超えたら結構熱いみたいなさ、そういうのを5人ぐらいで久しぶりに集まった同級生の中で俺とその北斗の拳を売ってた人友達というか、まあ、そのあんまり友達もなかったですよ、本当にもう顔見知りぐらいやったのにその北斗の拳のオーラの話だけで1時間ぐらい2人で話して場をしらしらにしらけさすみたいなのもやってましたんでね、もうめちゃくちゃ楽しくてその話が、いやー本当にね、もう記録的にも伝説やし僕の中でももちろん超えることのないナンバーワン棋士ですね、初代パチスロ北斗の拳は。それがねスマスロで、スマスロが結構出てるバルブレイブとかバキとか鏡とか、まあ、鏡はあれかもしれん、鏡バキはちょっとあれかもしれませんけど、バルブレイブなんかマジで万枚出まくってんでね、田舎でも。もう僕が知ってるパチ屋で一番なんで潰れないのって思ってる店のもうバルブレイブ入れてて3台ぐらい全部万枚出てますから、最高枚数もう絶対設定入っとるはずないのに、絶対逆にバルブレイブで万枚出されたらいよいよガチで潰れるんちゃうかって心配してるんですけど、まあまだありますねそのパチ屋、まあ、もうそんぐらいもう爆発力がやっぱね今までの6号機とは違うと思うんで、違うのが作れると思うんで、いや初代北斗の拳ね、なあ初代北斗の拳を完全継承したスマスロの北斗の拳とにかく楽しみですということで、だいぶ初代のこと語って満足したんで終わろうと思います。アディオス。